平安鎌倉武女紀行、木曽義高公。ここはですね、北条泰時の墓所のある浄楽寺さん、元は一部だったと思うんですが、今はですね、境内の外っていうような感じになってますけど、公園のようになっていて散策できてですね、この下に奥さんの源頼朝の子の娘さんである大姫のお墓もあるんですけども、それも合わせてご覧ください。こちらの浄楽寺さんのですね、背後の山を少し登ると義高公のお墓があるわけですけども、義高公はですね、木曽義仲の長男で、別名清水患者の義高、清水義高とも言いますけども、なぜここにまず墓があるのかということなんですが、ここで死んだわけではないようなんですね。実は義高公はですね、当時、西には平家がいましたけども、源の義仲、木曽路、それと奥州の藤原氏と関東に、勢力を築きつつあった源頼朝、この4大勢力があってですね、それぞれ状況は違ったんですが、勢力が拮抗している中でですね、この同じ源氏ということで、木曽義仲も源氏ですよね。ですから、源頼朝と木曽義仲が、一時的にですね、和解をしたと。それの証としてですね、その長男の義高を、頼朝公の、娘さんに目合わすと、つまり人質ですね。それで鎌倉にいたわけなんですけども、その後ですね、源義仲、木曽義仲がですね、近江の会津で、討ち死に戦死してしまうんですよね。それから状況が一変してですね、この義高公の存在意義っていうのがなくなってしまいますから、ここを脱出しようとしたんですね。それでおそらく木曽に向かったんだと思われますけど、中山道を目指してですね、北上したところを、現在の入間ですね、入間川の河原で狭山市付近と言われてますけど、あそこにも清水八幡宮ってありますけど、その付近で惨殺され、要するにこちらから追っ手をかけられたんですけども、そのことでですね、こちらの地に葬られてるんですけども、ちょっと離れてますよね。要するに首縮油を取ったわけですから、当然首実験をしたでしょうし、こちらの鎌倉、ここも鎌倉郡というか鎌倉の一部で、大船っていうところに近いんですけども、こちらにお墓があると。鎌倉のね、やっぱり八幡宮のそばってわけにはいかないでしょうから、要するに竹の人間ですし、人質ですし、逃げ出したわけですからね、いくら頼朝公の、娘婿と言ってもですね、ちょっと許される状況ではなかったということで、義仲公も結局、頼朝公に歯向かっていましたからね、仮に戦死してなくてもその後戦になれば、当然本来は和解の人質ということですけども、何かあれば殺害されてしまうと、そういう運命にあった人にはなりますね。でこちらがですね、木曽塚と呼ばれている、木曽義高公の、首塚と言われている場所です。住宅街の一角なんですけども、本当にですね、ここだけちょっと鬱蒼として、隣が公園になっててですね、両隣は住宅になってるんですが、ここだけはですね、史跡ということで残されているということになります。反対側の方も完全に全て住宅地なんですけども、この一部だけがですね、このような形 で、お墓の方ですね、このように現在の碑がありましてですね、前回来た時はですね、ちょっとお花とかあったかな、ちょっとですけど、木曽、清水患者義高の墓と書いてありますね。おそらくここの持ってあるこの土、それとこれはその後に作られたものでしょうから、おそらくですね、こちらの土が持ってあるこの部分の上にですね、これ多分五輪塔が崩れてるやつだと思うんですけど、ちょっと倒れてますけどね、ちょっと関係者じゃないんで勝手に触ることできないんで、風が強いんでしょうかね、この土の部分、ここに義高公の首が、埋まっているという伝承になりますね。これ多分上が取れちゃってますけど、ある程度高い五輪塔だったと思いますね。義高公ね、ちょっとお若くして亡くなったんで、確か11歳ですか。で、大姫が6歳とか、そのぐらいで嫁いでるわけですから、お互いまだ極端に言えば成人する前にですね、人質として、いわゆる許嫁ですよね。婚儀をしたんでしょうけども、形ばかりということで、実際には人質だったということになります。だから義高公もまだ成人してなくてですね、具体的にその武勇とか何か
功績も上げるわけでもなく、もちろん基礎の投手ということにもならなかったので、ちょっと何もできずに亡くなったということで、ちょっと惜しい人だなとは思いますけどもね。はい、木曽義孝公の首塚のある木曽塚でした。